皆の者、この霧が晴れ次第進軍する。今は次なる戦に備え休むがよい。はほー、皆さっきの進軍の疲れを癒せ。休息も仕事の一部。はい、雪村様。いいんじゃない、大将も随分らしくなってきたじゃないか。最後の目は偶然だ。奴の実力はまぐれではない。敵中霧に通ってゴハッ。忍び込ませた。何やってんだ俺様は。やつ、霧を払うつもりか。攻めましょう。拙者もお供いたします。時間稼ぎ、ご苦労さん。あとは俺様に任せな。承知。おお、俺たちも負けてらんねえぜ。霧を利用したにしてもうまく忍んだね。おたくさん、うちで働いてみない。俺の技がイカ様。なるほど、そんくらい切れてるっすか。大将、油断するなよ。せっかく大将らしくなったんだからさ。風林火山、いずれにてほふられるが望みか。帝国だというのにサスケからの報告がない。何かが起こっている。誰の面前杯を持ってはおらぬか。ヤバいってことだけは俺にも分かるぞ。最後の陣に守り手を忘れろ。とにかく急げ。うっしゃ、三井様にいいとこ見せたぜ。見せて見せて。さあ皆休もう。霧に紛れての奇襲見事なり。だがこの雪村、親方様のもとへは参らせぬ。こちらさん、相変わらず応援されてるね。あっとくいわ、マジ熱いわ。マジ熱。柴田、貴殿の物言い、この雪村いまいち下手に区画。皆親方様を守れ。お主らの命運、もはや尽きたわ。やるじゃないか。見どころのある若造よ。マジっすか。すげえ、これ超すげえ。ジャンプ不当だと。そのようなものまやかしだ。多勢の翻弄か。小野賀剣の特質は理解していた。たかが霧と侮った。全てはわしの油断よ。お主、わしを殴ってみ。わしもお主を殴る。俺からでいいんだな。よし、歯を食いしばりだ。じゃねえよ。何そのノリ、意味わかんねえよ。よくぞそこまで鍛え上げた。お主が倒した兵、その重みを知り、そして背負いながらもなお歩むか。わしも老いたわ。豊臣の左腕に近しい島左近。まあ、こんなもんでしょう。